森雅子は、日本の政治家、弁護士、参議院議員。本名は、三好雅子。金融庁総務企画局課長補佐、金融庁検査局金融証券検査官、参議院行政監視委員長、女性活力、子育て支援担当大臣、内閣府特命担当大臣、特定秘密保護関連担当大臣、法務大臣などを歴任した。福島県岩木市生まれ。 12歳の時、全財産を失った父親が弁護士に救われたのをきっかけに、自身も弁護士を死亡した。岩き市立上田小学校、岩き市立上田中学校、福島県立岩き女子高等高校、東北大学法学部卒業。大学時代の同期に枝野幸雄がいる。大学卒業後、1992年に27歳で、司法試験に合格。 司法修習47期を経て1995年に弁護士登録。1998年独立し法律事務所を設立する。翌1999年日本弁護士連合会による人権弁護士育成のためのアメリカ合衆国留学制度を利用し出産したばかりの長女を連れて渡米へ。ニューヨーク大学ロースクールに入学した。米国留学中。 金融の専門知識の必要性を痛感した。帰国後、金融庁に入庁。総務企画局企画課信用制度3次官室課長、補佐、信用制度3次官室課長補佐を務める。その他、日本弁護士連合会消費者問題対策委員や、ニューヨーク大学ロースクール客員研究員を歴任した。日本中撮影国大使公邸にて、 日本中撮影国特命全権大使、ティモシー・ヒッチンズと2006年、佐藤栄作の辞職に伴う福島県知事選挙に、自由民主党、公明党、新党日本の推薦を受けて、無所属で立候補したが、民主党が擁立した全参議院議員の佐藤、雄平に敗れた。2007年、第21回参議院議員通常選挙に、自民党公認で、 福島県選挙区から立候補し、初当選。当選直後の2007年自由民主党総裁選挙では、福田康夫を支持し、半年後に、福田が所属する町村派へ入会した。2008年自由民主党総裁選挙では、与謝野香る。2009年自由民主党総裁選挙では、谷垣定一の推薦人名簿にそれぞれ名を連ねた。2010年4月、 自民党が設置した政権力委員会では治安、法務、政治改革担当に就任。同年9月、政権力委員会の廃止に代わり新設された自由民主党シャドウキャビネットで影の法務副大臣に起用された。同年の参議院議員会長選挙では元外務大臣中曽根博文の推薦人に名を連ねた。2012年、 参議院行政監視委員長に就任。同年12月第2次安倍内閣では当選1回ながら初入閣し内閣府特命担当大臣に就任した。同時に国務大臣としての所管事項として女性活力、子育て支援を担当することになった。2013年7月21日の第23回参議院議員通常選挙で再選。 同年9月17日からは、特定秘密保護法案の成立を目指し、特定秘密保護関連の担当大臣も兼務した。2014年9月の内閣改造で退任。2015年10月23日、自民党環境部会長に就任。2016年、参議院環境委員長に就任。2019年7月21日の第25回参議院。 議員通常選挙で参戦。同年10月31日、法務大臣を務めていた河合克行が、妻安里の選挙違反疑惑の責任を取り辞任したことに伴い、公認として同日付で法務大臣に就任した。2019年12月26日、福岡一家4人殺害事件の犯人である中国人死刑囚に対する死刑の執行を命令した。 2020年2月27日、野党4党から不信任決議案が提出されたが、与党の反対多数で否決された。同年5月22日、黒川博士務東京高等検察庁検事長が、新型コロナウイルス感染症流行拡大に伴う、緊急事態宣言が出されている、期間中に、都内の新聞記者宅で掛け麻雀を行っていた、責任を取り、 公権権次長を辞職した問題を受け、森は安倍晋三内閣総理大臣に身体伺いを提出したが、安倍首相から移留され辞任しないことを明らかにした。同年9月16日、安倍内閣総辞職に伴い法省の任を離れた。森が少子化担当大臣時代に新しい子ども、子育て支援新制度が作られ、関連参法の改正が行われた。関連三法は、 平成24年8月に成立した子ども子育て支援法、認定子ども園法の一部改正、子ども子育て支援法及び認定子ども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律。内容としては、認定子ども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付及び小規模保育等への給付の創設。 認定子ども園制度の改善地域の実情に応じた子ども子育て支援の充実等を掲げ、地域型保育給付を制度化し、都市部における待機児童解消、子どもの数が減少傾向にある地域における保育機能の確保などに対応した。施設や制度別に分かれている推進体制を統合し、内閣府に子ども子育て本部を設置された。カルロスゴーンの国外逃亡後、 2020年1月5日に一連の事態についてコメントを発表した。同年1月8日のレバノンでのゴーンの記者会見を受けて法務大臣として記者会見で対抗発言を行い、翌1月9日には同趣旨のコメントを発表した。会見内容をめぐっては国内外で批判がなされ、森は SNS で無罪の主張というところを 証明と発言してしまったと訂正した。2020年3月9日、参議院に予算委員会の小西博之参議院議員の質疑において、東日本大震災の時、検察官は、福島県いわき市から市民が避難していない中で、最初に逃げた。身柄拘束中の十数人を理由なく釈放したと、答弁し、波紋を読んだ。11日、参議院に予算委員会において、 森は、この答弁について、不適切だったと述べ、答弁を撤回した。12日、反発した野党が、中産両院の審議を拒否し、各委員会や本会議が開かれない事態となった。立憲民主党の安住淳国対委員長は、森政子報相は、自分の部下とも言える組織に対して、誹謗中傷した。当時、福島地検で働いていた人たちを苦労する発言だ。 と述べ、森を批判した。同日、安倍晋三首相が森を首相官邸に呼び、厳重注意した。16日、参議院に予算委員会の金子源次郎委員長は、事実と異なる答弁を行ったことは、極めて遺憾だなどとし、森に対して、厳重注意した。福島地検岩木支部は2011年3月15日、 刑事訴訟法に基づく手続きを経て交流中の容疑者12人を処分保留で釈放した。福島地裁氷山支部の要請を受け、同支部は16日から23日の8日間、庁舎を一時閉鎖し、その間職員は氷山支部に移っていた。釈放されたものの中には、窃盗事件の容疑者や強制わ説事件の容疑者も含まれていた。 法務省は釈放の理由について、容疑者の体の安全の確保が求められる一方、交流期間内に関係者を呼び出し、取り調べを行うなど、所要の捜査を遂行することが困難となっていたと説明している。15日の時点で、政府は、いわき市の一部など原発から30キロ以内の住民に屋内退避を呼びかけており、その時点で、いわき市内の一部の市民が、 自主的に避難していたとされている。一方で、岩き市のほとんどは、避難区域ではなく、避難せずに住んでいた人々もいた。釈放後に再犯した者がおり、ジャーナリストの角田隆史賞によると、岩き市民は、激怒したとされる。森は、岩き市出身の福島選挙区選出議員として、当時から、逃げたとの表現を用いて、国会で繰り返し検察を批判していた。 当時の江田札き法省は、釈放について、地域の皆様に心配をかけたことは、率直にお詫びしなければならないと謝罪し、後に、福島地方検察庁の中村明検事生は、事実上の更迭となった。2016年2月、企業の女性幹部らが集まるシンポジウムの歓迎会で、首相の安倍晋三は、稲田智美と共に極めて有力な総理候補者と、答えた。 自身が苦学して放送に進んだためか、他者に求める水準が高い一方で、特定秘密保護法案のシム大臣として、メディアからの出演要請に関し、拒否するなど肝心ようなシーンにおいての真の弱さがある、とプレジデントは森について論評した。日本中撮影国大使公邸にて、日本中撮影国特命全権大使、ティモシー・ヒッチンズ、参議院議員、枝さつき、 厚生労働大臣、塩崎康久、衆議院議員、河野太郎らとたたありがとうございます。